さあ、続いてのコーナーは妙に変だなはい。稲川純二さん風のお話ですが、怖い話ではありません。ラジオネーム、振り逃げホームラン。うん。大田さん、ネ、ね、ネちゃんにオナニーを教えてる人こばんは。教えてないです <laughs> 私、ドーナツが食べたいなぁと思って、ミスタードーナツに行ったんですよ。うん。そしたら、ドーナツが、一つ100円で売ってたうん。 安いな、安いな。安いな、嬉しいな。そして私は、このドーナツくださいって言ったら店員さんが100円ですって言ったんだ。私が100円を払ってしばらくしたら店員さんが、お待たせしましたってドーナツ持ってきた。やっとドーナツが食べられるなと思ったんだけど、ドーナツがないんだ。 その代わりに五十円玉があるんだ。<laughs> あれーえー、妙に変だな。なんで五十円玉があるのかな。これじゃあ私は五十円払っただけになるな。損だな、損だな。<laughs> <laughs> これが今流行りのオレオレ詐欺なのかな全然違う。怖いな <laughs> ミスタードーナッツもこのざまだなざまだなっていう。でもこんなこともあるんだなと思って。諦めて帰ることに <laughs> <laughs> 家に帰って、その五十円玉を見たら、妙にいい香りがするんだな、うん、いい香りだないい香りだななんか美味しそうだな しかしお金が美味しそうだなんて変だなあまあでもこんなこともあるのかなと。うん。世の中不思議だなあまあお金を食べるのも悪くないなその五十円玉を食べた <laughs>、ね、食べちゃそしたらあら不思議。この味はまるでドーナツ。<laughs> <laughs> ドーナツ <laughs> <laughs> その時私気がついちゃった。 これドーナツでよかった。んだよ。<laughs> これはでもドーナツでもう完全に僕はアンジェラーキーだと思ったんですけどね。え。<laughs> 違いました、ね。五十円だ。50円玉ときましたよ。びっくりですよ。<laughs> ラジオネーム土屋隆行。うん、これは私が真夏に銭湯に行った時に体験した話なんだけど、うん、その銭湯はなぜか露天風呂しかなかったんだな。うん しかもその露天風呂の中には金魚がいっぱい泳いでた。ああ。<laughs> <ん>あれねえ。妙に変だな。どうして露天風呂の中に金魚がいっぱい泳いでるのかな。うん、もしかしてこの露天風呂は水族館も兼ねてるのかな。なんて思った私が様子を見てると、うん、子供たちが金魚すくいのやつで。<laughs> 言っちゃったよ。言っちゃったよ、そこ。金魚すくいって言っちゃったよ。ああねえ。<laughs> 妙に変だな。<laughs> ああ だっておかしいじゃないどうして露天風呂なのに金魚す、金魚を救っているのやだな怖いな怖いな怖いよ、もし私が中に入ったら、私も金魚救いのやつで救われちゃうのかなと思った。その時私気がついちゃった。これ露天風呂じゃなくて、金魚救い。早いよ。最初から何にも起きてねえじゃねえか、それ。 入ったわけでもねえし、普通に見てて <laughs>、えー。えラジオネーム、自立の色。うん、こないだ、私会社クビになっちゃったんですよ。大変だ。うん、仕方ないから、公園でお,お昼寝でもしようかなーなんて思って公園に行った。うん、そしたら、犬をお散歩してる人、うん、見つけたんで、どうもかわいいワンちゃんですねって話しかけた。うん。 そしたら、飼い主さん、私に向かって、バンって吠えるんだよ。<laughs> あれ妙に変だな。<laughs> いきなり吠えられるなんて、私なんか失礼なことでも言っちゃったかな。<laughs> まあ、それなら、礼儀よく話しかければいいかって、ことで、うん、いきなり話しかけるなんて失礼ですよね。うん、私たし、田川淳二って言います。淳ちゃんって呼んでねって、うん、優しく話しかけたの。うん なのにまた飼い主さんが私に向かってワンって吠える。うん、ああ、嫌だな。うん、怖いな。この飼い主は荒くれ者なんだな。うん、ところ構わわず吠える。無礼、うん、な飼い主は嫌だな。うん、飼い主怖いな。<laughs> そこで私飼い主を無視して、犬の方に話しかけた。うん、たいいほら、おておて。 お手うん、うん、そしたら、この犬、お手をしない代わりに、私を変な目つきでじろじろ見てくる。うん、もう、やだ <laughs> 何なんだ、この飼い主と犬は私がフレンドリーに接してあげてるのに、態度がなってないじゃない、うんうん、よく見たら飼い主は四足方向でワンとしか言わない。<laughs> 犬の方向は、犬の方は、 二足歩行で、<laughs> 私を変な目で見るし、うん、こいつらやだな怖いなって、あれ遅い遅い。飼い主が四足歩行で犬が二足歩行 <laughs> ここであたし気がついし、<laughs> うん、ああ、犬と飼い主が逆か。逆か。<laughs> <laughs> どうやったら間違えるんだっつうの、そんなの。<laughs> ありえるよ。 えー、この前、学校で、妙に変だなぁを流しましたよね、うん、学校の放送で流したのか。放送で流したのかねふんどし改め、うん、AKB48 オタク、うん、かっこ笑い。私、この前、今人気のアイドルグループのテレビ見たくてね、うん 名前が出てこなかったんですか見たんだ。<laughs> ほら、私そのアイドルたち好きじゃない。名前出てこい。そこでテレビをつけてみたんですが、すごい光景が目に入ったんだ。うん。そう。AK、アンジェラ、 フォーアンジェラって書いてあった <laughs> もう,もうアンジェラフォーアンジェラって書いてあったんだ。はいはい、あれアンジェラフォーアンジェラ。妙に変だな。だってそうじゃない。アンジェラさんってこんなに若くないじゃないアイドルでもないじゃない。名前長くてやだな。怖いな。アンジェラさん解明したのかな。<laughs> AKB48 なら知ってるのに、うん、AK アンジェラ4アンジェラ知らないな。<laughs> うーん !AKB48! <laughs> そこで私気がついた。ああ、今まで自分がアンジェラさんだって思ってたのは、アルファベットの B と数字の8だ。<laughs> はい。私ファンなのに最悪だな最悪だな。最悪ですよ、最悪。 ジェラーキーネタは本当に尽きないですね、本当ね。えー